天下を取りたいんだったら憧れるのはやめろ。フリースタイル日本統一。全国16のエリアから地元の威信をかけて旗揚げした3人1組のラッパーチームが天下統一を目指し、フリースタイルバトルで国取り合戦。前回チーム北関東が甲信越を制し2回戦へ進出。そして今宵、血気盛んな若獅子たちが出陣。1回戦一万石の戦い、それに戦うチームはこいつらだ。瀬戸大橋で結ばれた国々から日本統一を目論むのはビルダブ、 GCI、チーム四国。会場ごと飲み込んでいこうかなって感じでかましたいですね。高校生ラップ選手権への出場を経て爆発的な成長を遂げた18歳、高知県の次世代を背負うリルダブ。シーンひっくり返すような気持ちでパンチライン一発脳天ぶち抜くっすね。21歳にして溢れる貫禄、大きな野望を胸に巧みなフローをぶちかます。2021年の UMB 徳島代表 GCI。 四国で全国に挑んで日本統一して、もうその次世界なんで、もうそんぐらいの意気込みっすね。はい。UMB で県代表を勝ち取ったドープなフリースタイルは一級品。香川さん、日系ペルー人4世の MC クヤン・ミゲル。四国の絆が生み出す強さの秘密とは。俺らのバトルはやっぱどこからつつかれても好きないし、どんなディスにも100倍で返すんで。ハマったら一番ダークホースになりえんというか、ラップのタフさでは負けないってことですかね。最近バトルだけじゃなくて音源も上がってるラッパー四国が多いと思うんで、2023年からそれ以降は全部四国の年にしたろうかなと思ってます。大自然が育てた未知なる連合軍チーム四国が日本統一へいざ出陣。チーム四国入場。対するチームはこいつらだ。灼熱の魂を宿し戦いに飢えた3人の男たち、チーム九州。そのメンバーとはダーヒー、アミーゴ、リンネ。九州代表でこの3人が行くってことは結構新鮮というか、これが九州の新時代だっていう。九州の若大将ダーヒー、熱いバイブスと詩的なパンチラインを武器に数々の名勝負を生み出してきた。ご飯も美味しい、自然も豊かで、言ったら今の日本はもう九州ないと始まってないですから。燃料は少ししか入れてねえ、俺は神風。福岡の若き新星アミーゴ、毒の効いた的確なアンサーとライミングはまさに一級品。 UMB2022 福岡代表にも選ばれた。日本統一みたいな軽くしちゃって帰って酒でも飲みたいですね。スノージャムで日本レコード大賞新人賞を獲得し、全国にその名を轟かせたリンネ。バトルでは予測不能の独特なフローと熱いバイブスで魂の叫びを響かせる。かかってきやがれ。九州を背負う若手3人にはある信念が。
九州の多分大人の人たちは根っからのアングラ気質やから、そうですね、その人たちのいいとこもありつつ自分たちの世代の新しさも取り入れつつって感じなので、なんだかんだ一番内側は渋いかな。その先輩たちにこう怒られないようにちゃんとね、はい、やらんと精一杯頑張ります混沌とした MC バトル界に九州の新しい風を黒潮に乗せて、おい対馬海流に乗せて、おい全部飲み込んでやりたい、おい先人たちの意志を継いだ九州の若き新星たち、日本統一へいざ出陣九州入場、チーム四国対チーム九州、マイク一本で相手の球取ってこい。両チームに意気込みの方を聞いてみたいと思います。まずは、チーム四国。もうこの日のためにめちゃくちゃ準備してきたんで、ぶっかますだけです。ありがとうございます。チーム九州、自信のほどは？上から取るってより下から全部ひっくり返した方がかっこいいと思うんで、いきます。はい、チーム四国、チーム九州を見てどうですか？まあ、なんか精一杯頑張りますって言ってたっすけど、頑張るとかじゃなくて僕らはやるなんで、気持ちからちょっとちゃうかなって思ってます。そういうふうに言ってますが、かっこいいと思います対戦相手について両陣営は、普通にあんま興味ないんで、まあ逆にその3人で九州語れるメンツなんかっていうか、そっちに心配、相手の方が心配ですね、シンプルに。まあなるべく短く、もうこれでもかというぐらい短く倒して九州を吸収します。はい、ひたすらこっちが上から乗せてそれで圧倒して終わらすって感じですね。まあただ四国って4じゃない、4の国、まあ九州は沖縄入れても8? 倍やね、8なんで、ね、そこは負けられないかなっていうとこではありますよね。もう容赦なくかまして終わらせられたらなと思います。それではメンディ1回戦のルールをお願いします。はい、勝負は8小節3ターンのワンラウンド制、先に敵3人を破ったチームが勝利、勝ったチームは負けたチームから1人を吸収することができます。さあそれではチーム四国、最初は誰が行きますか？僕が行きます。それではタテルステージお願いします。続いてチーム九州、最初は誰が行きますか？僕が行きます。メッセージどうぞ。さあそれではバトルに行きたいと思います。 DJ ソロリー Drop That Beat。 さあそれでは先攻後攻決めるじゃんけんお願いします。先攻で OK。先攻チーム四国、後攻チーム九州、DJ サロリー、ガーマッサイ。プチャマダに変なテイクダンク、にフラッシュに来たマダディーラ、止めれな四国レプリゼント、舐められた困る相手誰だかわからねえ、上に上がるハイ、これじゃ足らない、もうアンダーライン引いてるぜ、ラッパーアイドルよ、俺はお前と違ってゲッビジー、Hey ラッパーアイドル、俺はお前と違うって言うにはマイクやラップで見せなきゃ損でしょ、頭悪いようなマイク握って当たり前言ってちゃノーでしょ、楽しみ方なんて当たり前だ、ほら音でも使って一応金も受け、メイクマニーから九州からレペゼン、どこにいたって人は沸かすぜ、金の稼ぎ方が肝心、お前のラップ何も肝心、感じ方で変わる肝心、要マイク一本で間違った目するだけだな、ヘッバーヘイタープレイヤー全員組み暮らすだけだ、相手が誰とか関係なし、まだ止まらないだって、はい、待て待てよ、間違ためてリアリティがね、俺は三角で締めるぜ、
腕も取る、何でもやれる、もちろんストライクでも一泡吹かすぞ。打撃どこでも何でも来い、楽しみ方とか金稼ぎ方とか、俺はそういうアングラから受け出すためにマイクで戦ってきたんだ、分かったよ。いや全然分からん、お前の投票はチャンバラ、ただのオーバーは邪魔だ、俺はフロム徳島レプリゼント背負ってきてるから負けらんねえから、上に上がってこれで勝って、アイドル相手に一言ガッて、胸か指立てに来たで、全員俺が新海に来たで、まだいつも親不孝経由は中洲を経由、金持ちが吐いたゲロの香り、腐った道でも乗り越えて、今日はこのステージでもノンブレーキ、踏むわけがないぜお前が言う、そのアングラのシーン俺も見てきたよ、だから今ここに立ってんの、わからないならネジでもはめてよ。さあそれでは第1ラウンド判定に入りたいと思います。 Let's judge。お願いします。赤赤赤青赤、勝者チーム九州。リリーいかがだったでしょうか。アイドルっていうディスってる割には内容が全然アイドルじゃないというか、リンネさんの言っている内容が一歩ずつ超えてくる感じ、お前と俺は違うって言うんじゃなくて、内容とリリックとスキルで俺と違うっていうのが見せるんじゃねえのっていう一言目からそうだし、審査員がつくようなことをリンネさんはリリックの中に入れ込んで、ジーシアズさんをついて殺してったかなと思いました。負けちゃいました。 GCI やってみていかがですか。気持ちが熱くなりすぎたというか、でも後に託せるんで、四国レプリゼント、yeah。 はい、リンネ見事勝利となりました。そうですね、久々にこうヒリヒリする感じというか、やっぱ楽しいかなって感じですね。ありがとうございます。リンネが GCI を圧倒し、チーム九州一人抜き。チーム四国、次は誰が行きますか。いきます。はい、それではバトルステージお願いします。さあそれでは先攻後攻決めるじゃんけんお願いします。ここで OK。 先攻チーム四国、後攻チーム九州、 DJ セロリー、カーマスタイル。Yeah、 甘くやミゲル、マイクを握るリンネ、お前を倒す九州なら、そこで九州してるぜ、おい鼻からお前より集中、えいよ気分気合なら十分、リンネまだまだ足りねえ、えいよお前の街ごとかます、お前よりヤバいやつ九州でいるぜ、俺よりヤバいやつが俺の街。